石野陽三の芸術黙筆書調整兄偶然ならんや兄は半後長生きすることは偶然であろうか偶然ではない本人の生き方による調整兄偶然ならんや、まあ、兄という言葉は、まあ、ほとんど理解していただけないと思うがそういうことである。万里昇進の月。万里という理由は距離やね。中国の距離は600何メートルで日本の一里とは違う。だけど万があるからもうどこもかしこもということ。昇進、これは心を痛める月。何も心臓病になるという意味ではなしに心を打たれる、心に感じる、そういうふうな月のことを昇進の月という。次は落日夜下寒橋。落日だからまあ日が沈む、暗くなる、まあ夕焼けみたいなもんやね。それで野に咲く花が寒橋、夜下寒橋。これそういう情景想像してもらわんとこの書は半分に意味がなくなる。この書の言葉は全部私が作った言葉なんで、それを感じてもらえなければ意味がなくなる。幽亭即食楽。幽亭というのは人気のいない、人気のない、まあ奥まあ奥ゆかしいようかな、趣のある言った方がいいな。で即食、秋の虫が鳴く。幽亭即食楽。次、高く低く少々響く。高く低く少々、少々はこれ木こりという意味。少々いうのは木こりの歌が響くという山の中での。木こりの歌を聞いた時のことを言うている。高く低く少々響く。かくしゃく、気健康。かくしゃくというのは年をとって老人が大変元気なのをかくしゃくという。もうこの頃は使わなくなったかもわからんけど、かくしゃくとした老人とかいうふうに言うていたな。まあ最近の若い人はわからんだろう。気健康、健康の宝か。このおじいちゃん、年取っているが、もしに気は確かどころか、上昇傾向である。次、秋深く、満目くれないなり。秋深く、
万も食えない。秋深くというのはもう秋が終わりに近づいていて、万木というのは見渡す限り暮れないである、紅葉しているという意味。秋深く万木暮れない。次は酒を温める夜深き時。酒を温める夜深き時。夜深き時だからもう前中とかそういうふうなことをイメージしてもらったらいい。酒を温める夜深き時。食調、声、いずれのところか。食調というのは、ホトトギスのこと。ホトトギスの声がどこでしているのか。食調、声、いずれのところぞ。声も難しい。いいやね、今はもっと簡単。ところも簡単。今の漢字は昔の漢字とあんまりつながりが薄い。それで私はやっぱり昔々からずっと伝わってその系統を引いている旧漢字を使うようにしている。妖霊昇進の月。妖霊は要は遥かなる、遥かいる。峰、霊は峰。峰は峰でも、この峰は平らな峰。とんがった峰はこの峰では書かない。それも皆さんご存知かな。妖霊。昇進の月。これは前説明した。遥かな峰に昇進の月がかかっている。次、政府殺殺秋光あわし。政府というのは秋の風、東風というのは春の風、南風というのは南の風、夏の風、北風というのは北の風。まあそのシーズンでその風がその方向から多く吹いてくるから昔からそう言うたんだろうな。さっさっというのはまあさっさっさっと吹いてくる。さつさつ、これ殺そうとした男というふうな使い方もする。殺。秋光あわし。これは秋の光が淡いということ。なわち秋風がさっさっと吹いて秋の光が淡い。これまた難しい。新王東の村。新王というのは稲の、まあ苗やね、
これから植えるような新王塔というのは仏と石のこと。新王塔の村。大体これで季節がわかる。今、田植えの季節の村やね。そこで仏と石が鳴く。新王塔の村。というとも今は、なんか幸運、なんか機械でべーっと、田んぼに苗を植え付けるんで、全然そんなムードでは理解できない。昔のようにお百姓さんが、あるいは田植え娘たちが、並んでべーっと植えているね、ああいうムードでこの言葉を理解してほしいし、またこの字を理解してほしい。次は人生誰か計りえんと書いてる。この料理の量、これは計ると読む。なんて予測するというふうな意味で、人生は誰が予測できるであろうか。人生誰か計りえん。事実、人生わからない。明日のことがわからない。次は、これ、変えるという字である。昔は、この類は、虫の一種と思われていた。カエル。カエルも、まあ、セミは虫言うていいな。セミも虫変やけど、カエルも虫変や。これ、昔の、古い人の感覚では、カエルも、トンボも、トンボは虫変に青いとか。カエルは、虫辺に土二つ重ねてか、どっちも同種やと考えられていたんやな。まあ科学が発達していない時代だから、その人たちがそう考えた。ということで、カエルは虫辺になっている。これも、なんでカエルは虫やということを分かっていなかったらいかん。それで、これがカエル。その次は包みという字。ポンポンポンと打つ包み。カエルの包みと書いて、アコと読む。アコというのはカエルの鳴き声。アコ、流れる。アコ、有形に流れるという。有というのは今さっきも言うたけど、人気のない。まあ、趣のあるというふうなのが言うである。この形は難しい形で、小道を形という。大きいのを道という。大体な。真ん中あたりを道路の路という。小道を一番小さいのを径という。だから例えば東海道っていうな。あれは大きい道や。大きい道は北陸道、中国道とかいうな。あれは大きい道やから。道路とは言わない。道という。それに対して、まあ、大阪の町の道とか、神戸の町の道は、厳密に言うたら道と言わない。路という。路と書いて道とよ。また、径とは言わない。で、山の細い道とかな。ああいうふうなやつは、径という。
それで家の中の庭の小さい道なんかも軽という、その道路に3つある昔から。だけど今はだんだんそこら辺が曖昧になるというか、みんな分かってへん、分かってへんから適当に言おう。だからそれをやっぱり知ることが必要。これは阿呆有形に流る、わかるね、家の中の小さな道、カエルがそこで、まあ雨が降った後やろう思うけど、雨が降ったのかもわからんけど、たくさんたくさん群れて鳴いている。これを阿呆有形に流れるという。だから言葉はもっとどういうもんであるかいろいろ勉強せないといかんと思うね。次、最後、我なしと書いてる無我、無我の境地、だいぶおちょけて書いた。この無も等間隔でない、太い細いがある。下の四つ点も同じ点じゃない。ここら辺僕は書きながら瞬間的に遊んでいる。これは瞬間的にやらんと、もういちいち考えて書けるもんじゃない。2回書いたら別のもんになるということで書いてみた。まあ一般生活ではこういうふうな、下手くそ言うと言うと下手くそ、めちゃくちゃと言うとめちゃくちゃな字は書かない。しかし大体めちゃくちゃな下手くそなところに面白いものを見つけるというか作り出すというのが、常識から離れたところに面白さがあるのが芸術かもわからない。ただこれを理解してくれる人はほとんど皆無である。私の頭が狂うとんか彼らが狂うとんかよう知らん。とにかく常識では書けない字で私は楽しんでいる。終わり。